単野郷第一次庁舎。1874年1月15日から1882年12月4日まで使用。1877年1月11日から1881年1月14日まで内務省警視局東京警視本署に改編された。庁舎はそのまま使用。単野郷第二次庁舎。 1882年12月4日から1911年3月30日まで使用日比谷赤レンガ庁舎1911年3月30日から1923年9月1日まで使用関東大震災による火災で炎上する日比谷赤レンガ庁舎1923年9月1日関東大震災後の仮庁舎1930年 警視庁は、1874年から1948年まで存在した東京府の警察を管轄する内務省の地方官庁である。自治体警察になる前の東京警視庁とも呼ばれた組織である。1874年1月15日、丹野京内旧津山藩江戸藩邸に設置され、旧札摩藩市の川地俊義が初代大警視に任じられた。警視庁さんと、 以下、大京市5等、県大京市7等、小京市8等、県小京市から9等、県大京部10等、中京部11等、県中京部12等、小京部13等、県小京部14等、などの関東と、職生、事務年ほどが制定された。府内を6大区に、各大区を16小区に分け、大区に、停止出張所を、省区に、羅卒損所を配置した。 2月2日に羅卒を巡査と解消した。東京以外の府県警察部は知事が管轄していたが、東京に関しては内務省が直接警視庁を起動成果に置いた。当時の東京府は予算以外に警察に関する権限がなかった。1948年に内務省の地方官庁としての警視庁は廃止され、警視庁は 国家地方警察東京都本部と東京23区を管轄する警視庁の自治体警察に解体、廃止された。警視庁発足時から各地で、死族反乱が発生し、地方の警察力では対処できなかった。政府は、全国の警察を一元化するため、1877年1月11日に警視庁を廃止し、 内務省警視局直轄の東京警視本所へと改変した。河地敏吉大警視は内務省に対し兵器の貯蔵を上進し、東京警視本所は陸軍省から7 0 0丁の小銃を釈用して陸軍主管の派遣を受け軍事訓練を行った。1877年最大の士族反乱となった西南戦争に警視隊を編成して従軍し陸軍を支援した。 西南戦争終戦後、国内の治安が安定すると、無断的な警察に批判が高まり、1881年1月14日に警視庁が再設置され、本来の警察業務に戻った。警視総監は東京府知事と同じ職人官であったが、報級は府知事よりも多く、警視総監の方が格上とみなされていた。後に東京都政が施行され、 新任官の東京都長官8月23日の閣議了解で必要に応じ閣議への参加も認められたが置かれたことで逆転した。また、警視総監は、府県知事の府県令と同様の警視庁令という命令を発することができた。川地俊吉大山岩岡場山助則大迫佐だきよ、三島道常降りた平内田中光明園、田安県山田ため県園、 田安県西山市長大浦金武安楽金道、大浦金武足立綱の関清秀安楽金道、亀井秀三郎安楽金道川上千香春安楽、金道伊沢武雄西久保高堂岡田文治岡、岸地郎堀田光菅赤池の大湯浅倉平赤池、能太田正弘宮田光尾長岡龍一郎丸山、鶴吉高橋盛雄町縁連、長谷川被災地大野緑一郎藤沼翔平小栗、 和尾石田香ダ早川三郎横山女性斎藤樹、安倍元気か山ば群像池田清安倍元気山崎、岩乙女岡幸男吉長時事鈴木旅長、坂新いよいよ、町村金吾坂新いよいよ、高野原心藤沼昌平鈴木幹雄広岡賢治、とかない胸を斎藤昇以下の略年表は、主に、警視庁百年の歩みの、警視庁略年表を参考にしている。無実世話係。 1888年頃検閲家による検閲の様子。1938年消防課の救急車1935年時点1927年時点。ありがとうございます。